ビクトリア。ビクトリアは、イギリス海軍の戦艦。ビクトリア級戦艦のネームシップ。ビクトリアは、イギリス海軍で初めて3段膨張式蒸気機関で推進される戦艦であったとともに、発電機を駆動するために蒸気タービンを備えた初めてのイギリス軍艦でもあった。八百九十年三月竣工。当初は、デナウンと命名されることになっていたが、浸水がたまたま、 ビクトリア女王、在位1837年から1901年の在位50周年の年に行われたため、ビクトリアという名に変更された。1893年6月22日、地中海艦隊の機関として、レバノンのトリポリ沖で演習中、戦艦キャンパーダウンと衝突、その昇格でカンバラを破られ短時間で沈没した。地中海艦隊司令長官。 サージョージ・トラエオン中将を含む358人が犠牲となった。生存者の中には、後に第一次世界大戦のユトランド沖海戦時のイギリス艦隊司令長官を務めることになるジョン・ジェリコー帝督も含まれていた。イギリスの地中海艦隊は、その当時世界で最も強力な艦隊の一つであった。イギリス海軍は地中海を英国本土とインドを結ぶ。 最重要のルートとみなし、フランスとイタリアの海軍の脅威に対抗するため、最も有力な艦を集中させていた。そして1893年6月22日、艦隊の大部分を構成する11隻の装甲艦、8隻の戦艦と3隻の大型巡洋艦は、シリア、現レバノンのトリポリ沖で、毎年の下記演習を行っていた。地中海艦隊司令長官 トライオン中将は、既立に厳格な指揮官であり、機下の艦隊を既立正しく、効率的に保つ、最高の手段は、艦隊運動訓練の繰り返しであると考えていた。そして実際に彼は、自らの艦隊を大胆かつ自在に動かす、指揮官との評判を勝ち得ていた。無線通信が発明されていなかった当時、艦隊運動は、信号機により伝達されたが、彼の特色は、 複雑な操作をほんの少しの単純な信号によって指示できるようにした新しいシステム、TA システムと称したであり、その下で彼の艦隊の艦長たちは主体的な判断を求められてた。しかし、トラファルガーの海戦から数十年にわたって大きな海戦のない時代が続いたことでその主体的な判断力は弱められており、また、 ネルソン帝徳を深刻化した権威主義的な海軍においは、ネルソンがそれを重んじていたにもかかわらず歓迎されざる特質となっていた。無口で気難しい指揮官であったトライオンは、部下である従順な士官たちが予期せぬ出来事に対処できるよ訓するために、自らの意図を事前に明かすことは避けていた。トライオンは、第一戦隊を構成する六隻の戦列、 左列を引いて、機関ビクトリアに座上し、8ノットで前進していた。副将のヘイスティングス・マーカム少将は5隻からなる、第2戦隊、右列を降りつて、戦艦キャンパーダウンにあった、マーカムの通常の機関は、戦艦トラファルガーだったが、修理中だった。トライオンは、彼には珍しく、部下の士官と演習計画について事前に、話し合っていた。それは、 二つの艦隊を内側に180度築地、回頭させるというもので、これにより進行方向は逆になり、間隔は400ヤード、370メートルまで狭まることになっていた。そしてこの体型で数マイルを航行した後、減速して90度一斉回頭して港に向かい、夜までに闘病するという計画であった。それを聞いた士官たちは、その運動によって、 両船体は1200ヤード、1100メートルほど近づくため、両船体は少なくとも1600ヤード、1500メートル離れていなければならないと進言したが、実はそれでさえ安全のための余裕としては不十分だった。通常の艦の旋回半径を考慮すれば、相関終了後に400ヤードの間隔を残すためには2000ヤードの間隔が必要だったのである。トライオンは、 士官の震源に対し8ケーブル1300メートルの間隔の必要を認めたが、実際に船体に送られた信号は6ケーブル1000メートルだった。彼の部下の士官のうち2人は、その命令で良いのかどうか恐る恐る質問したが、トライオンは不愛想に、それで良いと言った。トライオンは8.8ノットへの増速を命じた後、15時頃に、 両線列の全艦に対して内側への180度回答して、進路を反転させるよう命じる信号を送った。しかしながら、各艦の戦術的旋回半径は800ヤード、特別な相関を行った場合には600ヤードであり、間隔が1600ヤード以下であった場合には衝突の危険があった。命じようとした艦隊運動は、 信号書にあらかじめ決められているものではなかったため、トライオンは二つの船体に次のような別個の命令を送った。この艦隊の序列を維持しつつ、プリザービングザ・オーダー・オブ・ザ・フリートというフレーズについて、艦隊運動の開始時点の右舷の戦列が運動終了時にも右舷であることを意味しているとする見解がある。この見解はザ・ロイヤル・ネイビー。 ボリュームバイの415から426ページに述べられており、それによれば、トライオンは一つの船体は外向きに回答させる、つもりだったことを示唆している、ということになる。部下の何人かは、トライオンが何を計画しているかを知っていたにも、かかわらず、異議を唱えなかった。別の戦列の指揮をとっていたマーカムは、危険な命令に戸惑い、受諾したことを示す信号の形容が遅れた。 これに対してトライオンは何を待っているのかという趣旨の信号を送った。指揮官による公然の非難にさらされたマーカムは直ちに自らの船体に回答の開始を命じた。後日、2隻の機関に乗っていた何人もの士官がトライオンが土壇場になって新しい相関を命じるものと予測し期待していたと語った。しかし、二つの戦列は お互いに向かって回答を続けた。衝突の直前になって、両機関の艦長は怒ってはいけないことが起ころうとしていることを知った。それにもかかわらず彼らは、まだ衝突を防止する措置を取る許可を待っていた。ビクトリアの艦長モーリス・バークは、トライオンに機関に更新をかける許可を三度求めたが、その度にトライオンは効いた素振りを見せるだけだったという。最後の瞬間になって、 トライオンはマーカムに向かい、更新だ、更新だと叫んだ。両艦の艦長はその時に至ってようやくそれぞれの艦に更新を命じたが、手遅れであった。キャンパーダウンはビクトリアに衝突し、その昇格はビクトリアの左舷の水旋下4メートルを貫き、船体内に3メートルも食い込んだ。命令された機関の更新は、昇格を引き抜き、防水扉が閉められる前に、 大量の海水をビクトリアの船体内に注ぎ込むことに役立っただけだった。開口部は100平方フィート9メートルに及び、船手楼甲板は4分で水中に没した。そして5分後には巨大な全部砲塔の基部も水面の高さに沈み、水が流れ込み始めた。ビクトリアは衝突の13分後に転覆し、 その数分後にはボイラーが水蒸気爆発を起こして沈没してしまった。キャンパーダウンも自らの昇格をほとんどねじり取られて危険な状態だった。数百トンの水が艦首に浸水したが乗組員たちは浸水を止めるためにメインデッキを横切る防水石を作り何とか持ちこたえた。各戦列の2番目以降の各艦には回避措置を取る余裕があり、 衝突を避けることができた。乗組員のうち357人が救助され、358人が死亡した。トライオン自身は沈む船の環境にとどまったが、低い声で、すべて私の誤りだ。it is all my fault とつぶやいたのが聞かれている。今日では必要な操船予知を考えるにあたって、トライオンが90度回答時と180度、 解答時と混同したのではないかと考えられている。前者の捜作はずっと一般的で、必要な操船余地も少ないからである。事故後の現場の捜索で発見された遺体はわずか6体だった。この事故のニュースは、海軍がイギリス国民の最大の関心事であった当時、大きな物議を醸すとともに、民衆の診断を寒から占めることとなった。 ビクトリア艦長のモーリス・バークの軍法会議は、マルタにある軍艦ハイバーニア艦長で開かれた。衝突時、水密扉が閉じられていれば、船には何の危険もなかったことが確認された。衝突がトライオン帝督の明白な命令に起因するものであり、また、マーカム少将が司令長官時期時期の命令を実行したことによって、責任を負わされるというようなことは、 軍の最重要な関心事にとって致命的なものとなろうとの懸念を表明したことによってバークは潔白であるとされた。トライオンの TA システムはネルソン時代の主体的判断をビクトリア朝のイギリス海軍に取り戻そうという彼の試みとともに葬られた。事故当時 TA システムは実際には用いられていなかったにもかかわらずそれに反対する保守派は 配信に持ち込む理由として事故を利用した。ビクトリアがキャンパーダウンと衝突したまさにその時、トライオンの妻はロンドンの邸宅で大きな社交パーティーを催しており、そこでトライオン提督が階段を下っている姿を何人もの人に目されたという伝説がある。ポーツマスのビクトリアパークには事故で亡くなった乗組員の記念碑がある。 当初は町の中心の広場にあったが、1903年に生存者の予防でより保安の行き届いた公園に移設された。ビクトリアが沈みゆく瞬間の実際の写真が残されており、蒸気参照、何度も複写された。事故の時、シカゴで開かれていたコロンビア世界博覧会には、ビクトリアの縮小模型が展示され、人気を博していたが、死者への弔意として、 その後は黒い布で覆われた。8年に及ぶ捜索の結果、2004年8月22日、レバノンのダイバー、クリスチャン・フランシスにより、水深150メートルの海底で、ビクトリアの残骸が発見された。ビクトリアは艦首を30メートルも海底に突っ込んだ形で、船尾を真上に向けて直立していた。このような形で沈むことは、 ロシアのモニター管ルサルカなどにも例が見受けられる。この珍しい姿勢は、本艦が重い手法等を全部のみに装備していたことと、沈没当時まだ回転していたスクリューが、下向きの推進力を艦に与えたためと、考えられている。1949年の喜劇映画、キント・ハーツ・コリナッツはこの事故を風刺したもので、あり、アレック・ギネスが、自分の足元で船が沈んでいく間、 環境に立って敬礼し続ける、もったいぶった、滑稽な、ダスコイン帝徳を演じた。しかしこれはこの最悪を風刺した、最初のものではない。In 1893,In the s a v a y Operator, プロウッド、バックヒズキャラクターキャプテンココランフロム、As One of the Flowers of Progress s e n t to t h e pacific island kingdom of topia to bring It Into the Modern World, In. A song in the first act, コーコランボスッツオブブリティッシュシーパワーアンドハウザメンネバーラン A ship アショレゼンフォローズ A chorus of what never, no never, エンディングウィズエイシェイモフスとコーコランアドミティングウェルハードリーエヴァー。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。